おはようございます。下田南地区集落への事業推進委員会会長のを務めさせていただいています筑田です。休みの日に御多忙のところ、下田南地区営農改善組合の設立総会に出席していただきましてありがとうございます。本日設立総会の開催に至ったのは JA 天草、天草市農業委員会、熊本県天草広域本部、熊本県農業公社の皆さんの具体的なご尽力にをいただきまして厚く御礼申し上げます。またこの忙しい中に古賀議長をはじめたくさんのご来賓の方がご出席くださいましてありがとうございます。今後ともさらに飛躍できるように皆様のご協力をお願い申し上げます。さて推進委員会は平成29年8月19日よりスタートしまして皆様のご承知のように平成、昭和の高度成長期までは地域の皆さんや農業関係者のご理解とご協力によりまして農業振興、農地保全等が図られてきましたが全国的な課題と同様に当地区においても農業者担い手不足、農業従事者の高齢化が急速な進展とを伴い将来の農業に地域振興に対する不安が大きくなってまいりました。私もこうやって農業をずっとやってきていますけれどもここの基盤整備が一時的に荒れてきた時期があってそれをどうしようかと思ってみんなに相談しながら頑張ってきましたけども地域のここを出向された人がたまたま荒れた地を見てお前たちはどうするんだって言ってこう投げかけてこられました。それに対して地域のものとしてこれはいけないなと思う気持ちがありまして仲間を募り元の農地に戻してまいりました。結果やっぱしここを思う気持ちが大きくあるんですね。こうした人たちはそれでまあ仲間が大いに加勢してくれましたので今こうやって維持していますけどもこれがあと何年か後はどうなるんだろうということで心配していたところ白石君が帰ってきておいどうかしましょうでということでこうやってこの設立総会ができるようになりました。どうか皆さんこの総会が進歩する総会になりますようにお願いしまして挨拶と返させていただきます。どうもありがとうございました。